こんにちは、うなぎ屋です。いつもご視聴コメントいただきありがとうございます。今回は9月12日に行われました A 級順位戦3回戦より佐々木勇気8段対中村太地8段の対局内容について簡単に振り返っていきたいと思います。まずはですね、対局前の A 級順位戦の成績について改めて振り返っていきたいと思います。こちらが昨日の対局前の成績表となっております。佐藤天彦九段、佐々木八段、増田八段が無敗で首位に、永瀬九段、千田八段、渡辺九段、そして中村太地八段が1敗で追いかけるという形になっております。首位を走る佐々木八段、それを追いかける中村八段ともにですね、それぞれ負けられない注目の対局となっております。ではここからはですね、実際の棋譜をですね見ながら対局の内容を簡単に振り返っていきたいと思います。先手が佐々木勇気八段、後手が中村太地八段となっております。まず注目の戦型なんですけれども、お二人ともですね得意とされている角換わりの形になりました。で、角換わりのですね戦型なんですけれども、こちらもですね、もうおなじみになっております。飛車が引いて金がそれぞれですね4862にですねいる形、こういうバランス重視のですね形の腰掛け銀になりました。で、ちょっとね序盤からかなり意外な一手が出たので、そちらの変化を紹介したいんですけれども、6筋から仕掛けていったですね中村八段に対して、先手の佐々木八段が6筋に飛車を振り直していったんですよね。で、ここのやり取りの中で、歩をですね交換して、飛車を引く形で、佐々木八段が、まあ、後手の中村八段に6五歩と打たせて、まあ、一歩得したんですよね。で、これを見て2二玉と上がった、中村八段なんですけど、次の一手がね本当に驚きの一手だったんですよね、個人的に。その一手というのが6七歩という手なんですよね。この一手がなぜ個人的に衝撃的だったのかというと、この歩ってなんか個人的にはこう、例えばなんですけれども6四歩って打つような形で、まあ実際こういう変化にはならないんですけれども、同金と取らせて角をね打って飛車金両取りをかけるっていう手筋だとか、あとまあこう7五歩とついていって桂馬の弱点である、桂頭をですね攻めていくみたいなですね使い方ができる一歩なんですよね。なのに佐々木八段はわざわざですね一歩交換して得した歩を、この6、7の地点に打ってしまうと、これによって飛車のね利きも止まってしまうので、なんかすごく見た目はね味が悪そうな一手なんですけれども、相当深い研究の上、こういうここでね行って受けておく必要があるっていうことなんだなっていうふうに見ておりまして、まあ、どれだけね角換わりの研究が深いのかっていうことをですね感じさせられた一手ですね。で、ちょっとねしばらくまた進めていくんですけれども、受けた佐々木八段に対してですね、中村八段は対照的にですね、まあ棋風通りとも言えるんですけれども、積極的にですね攻めていく展開となりました。対する佐々木八段も歩をですねどんどん突き捨てていって反撃を狙っていくんですが、どちらかというと後手のですね中村八段が先行する形になっていたかなと思います。実際に本当になんかわずかな差なんですけれども、評価値的にはですねこの辺り中村八段の方がね良かったのかなっていう風に記憶しております。97手目の局面なんですけれども、本当にねさっきの、6七歩っていう手も含めてね、本局の印象として非常に佐々木八段が受けをね意識していたのかなっていうふうに思いましたね。この7五銀とかね、本当に絶品というか、かなり手厚い形を、築いてうまいなというふうに思いながらですね見ていましたね。こんなにこう受けが印象的な棋士っていうイメージがなかったんですけどね、佐々木八段どちらかというとなんかすごく攻めの方がね印象に残ることが多かったんですけれど、本局は本当にね受けが徹底していたなというふうに思います。で、4一角からですねいよいよ反撃を狙っていくといったところで、ここもね中村八段らしいなと思ったのが、ここで3二の狙われている金をね受けずに9筋に銀を放り込んで攻めの手順を選んでいくんですよね。これでまあ総交換になっていくわけなんですけども、このあたりね本当に中村八段らしい一着だなと思いながらですね見ておりました。ただ本当にね全体を通して何度も言ってるんですけども、佐々木八段の受けが冷静で、この後ですね
しばらく進んで、3二金と取った局面で、中村八段も5八金と打っていくんですが、これ取ると飛車成りからですね詰みがあるんですけれども、5八金打ちに対しまして7九玉と引いた局面で137手で中村八段がですね投了する形となりました。あとね、金駒1枚あれば先手玉を詰ますことができるんですけれども、その一手がねなくって後手からの詰めろもですね受ける手がありませんので、投了やむなしのですね局面となっております。改めてのね本局を見ての感想になるんですけれども、対局の内容についてはね今話した通りなんですが、本当にねこの対局注目を集めていたんだなと思ったのが、本当に観戦している方がですね多かったんですよね。 YouTube でライブ中継がやっていたんですけれども、順位戦なので深夜1時近くまでね対局をしていたんですが、それでもね多くの方が視聴されていたので、おそらくもう同時視聴だとマックス1万人はね超えていたんじゃないかなと思うぐらいですね、それぐらい本当に、注目を集めていた対局でしたよね。そしてその注目にね答えるだけの本当に素晴らしい大熱戦だったのかなっていうふうに思います。最後にですね本局を置いての成績についてちょっと見ていきたいと思います。これで暫定ではありますが、佐々木八段が3勝0敗で首位に立つ結果となりました。まだね佐藤天彦九段と増田八段の対局が終わっていないので、あくまで、3回戦途中の暫定とはなりますが、このままね佐々木勇気八段の快進撃がどこまで続くのか、引き続きですね注目して見ていきたいですね。今期本当に佐々木八段ですね調子が良くって、これで今期の成績が13勝1敗なんですよね。本当に調子がいいんだなっていうところをですねこの対局の中でも見せてくれていたと思うんですけれども、佐々木八段といえばですね、いよいよ来月10月からですね竜王戦七番勝負にも登場するんですよね。挑戦者として対する藤井竜王とね、この今季絶好調の佐々木八段がですねどんな将棋を繰り広げてくれるのか、今からね本当に楽しみで仕方がないですよね。あとね3回戦を控えているのが、4名残っているんですけれども、佐藤天彦九段と豊島九段が9月18日に、そして増田八段と渡辺九段が9月19日にですね、来週対局行われますが、こちらもですね、それぞれ、首位を走る2人と、それを追いかける2人の対局となりますので、どのようなね結果になるのか本当に楽しみですよね。ということで今回は A 級順位戦3回戦から佐々木勇気八段対中村太地八段の対局についてですねご紹介をさせていただきました。ぜひね観戦されていた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、観戦しての感想やこの動画に対する感想でも結構なので、コメントにて、そのあたりを聞かせいただければと思います。またこの動画が面白いと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録高評価の方もお願いいたします。それではここまでご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。